ですけれども優勝を目指しておりますが、本当にこう常にとっては正念場、今日特に第1試合では竹藤が敗れてますので、目の前でそれ見てますからね。そうですね、佐野製薬のスターティングメンバーが発表になっております。ご覧いただきます。セッターは橋本です。セッター対角に成田です。センターは先野とそれから大村で、エース対角がベヘイラと可能ということになっています。平均身長 177.3 センチ、久久美製薬です。リベロが佐野です。監督は就任2年目真鍋正義監督。今日は落合がスタメンから外れています。一方の手柄対金シーズです。セッターは稲崎、そしてその対角に今日は高橋がスタメンで入っています。センターには及川とアンジェリカ、女性陣続きとそれから原田、こういうメンバーがあっています。レベルは8田です。こちらの平均身長は 176.3 センチとなっております。こちらの方、監督は率いてチームを率いて今年7年目ということになります、谷口幸男監督です。真鍋監督はですね、とにかく第1セットをちょっと気をつけていきたいという話を、ね、そうですね、されてました。いつも言われるんですけど、各セット、はい、その最初のテクニカルタイムアウトですね、8点まで、はい、それを先に取るんだというのを、まあ、一つの今年のテーマとして戦ってますね。それと一つ今日の課題として、昨日は橋本とそれからテヘイラのコンビネーションがもう一つだったということなので、その辺の修正ですかね。そうですね、はい、そのポイントになると思います。トヨタシャトル非常にサーブのいいチーム、その辺もお気をつけなければというお話でした。久光のサーブで試合が始まります。加納のサーブで試合が始まります。さあ始まりました。おっとサーブで崩した、池波さんのチャンスになりました。レフトからフェヘイラ、これは拾っています。そしてレフトから3番の原田が決めました。背中の名前はミキと書いてありますが、原田ミキ、この原田がまず決めてポイント、トヨタ車体が取りました。及川のサーブです。トヨタ車体レフトからフェヘイラ、これは決まりました。大事になっています。やはり今 の女子バレーの中では外国人選手が占める比率がかなり高いですよね。そうですね、どちらかというとあの各チームそうなんですけど、サイドスパイカーが多いですよね、はい、で現状と社会の方はセンターの外人なんですよね、はいはい、ここはトヨタ高橋が決めました。2対1、トヨタ社会1点のリード。この高橋のサーブです。ジャンプサーブ、今度はライトから原田です。サムゼフヘイラです。直接返ってきた、ライトからの移動攻撃、成田決めました。ベテランの成田決めました。2対2、クロードを決めた成田のサービスになります。31歳というベテランの成田、全日本の経験も豊富にありという成田です。あ、こちらはアンジェリカの移動攻撃、ブロードにはブロードできるという感じになりましたね。やはりあのブロードを使えるというのはサーブレシーブがきちっと入っている状態だと思うので、はい、あ、クラフヘイドを使います。また違って止めました。レフトからテヘイラの攻撃です。ブラジル出身26歳です。さあトヨタまたアンジェリカの移動攻撃、これはサイドライン割りました。久美子のポイントです。4対3、久美子1点のリード。立ち上がりはサイドアウトの応酬という形になっています。フェイラーのサーブです。
もアンジェリカを使います。トライ振ってつないでいる、押し込む、ネット上の試合、サイサミスどうする、レフトから可能です、ダイレクトで帰ってきました。そしてセンターからこれも決めている、橋本フェヘイラを使うバックアタック、バックライブからの攻撃決まりました。5対3、久光が2点のリード。ここまでの久光の攻撃はどうでしょうか。そうですね、今このローテーションでは大村選手使ってたんですけども、はい、昨日の影響でしょうかね、やっぱ監督が指示があったのが、橋本選手立ち上がりから、はい、レフトライトでちょっとサイドスパイカーが対応したところが多いですね、はい。ここはトヨタ続きのスパイクが決まりました。1点返して5対4、アンデリカのサーブです。スウェーデン出身、ホームランスパイク、つないでいます。これ返すだけ、あそこからホームラン、もう1回、これは決まりました。トヨタのサーブに対してのレシーブというのはいかがですかね。はい、今のところきちっと対応はできてるんじゃないかなと思いますね。そうですか、はい、オーバーのジャンプサーブ、これは大きすぎました。ポイントトヨタ社会1点返して6対5、久光1点のリード。倉崎のサーブになります、トヨタ社会です。これはきっちりセッターに返りました。スペフェイのバックアタック、ここ3枚飛んでいます。さあトヨタ距離を取りに入って押し込みました。インコースでちょっとスタイフが合いません、コンビが合いませんでした。アスコーから高橋が決めて同点になります。6対6、大セットです。6対6の同点になりました。船崎のサーブが続きます。この人のサーブ効果率は現在リーグ2位につけています。ジェルサーブに選手、レフトに上げて可能です。レフトは高橋、これは大きいアウトです。立ち上がりは一進一退という感じですね。そうですね、ちょっと両チームとも相手を見ながら手探り状態でという立ち上がりですかね、はい、探り状態。あー、これはネットにかけてしまいました。橋本です。サーブミスで同点になりました。7対7、少し疲れがあるかもしれないという真鍋監督。サーブは続き、橋本センターで速攻です。決まりました、先野が決めて、これで8点が入って、サム製薬がまず1回目のテクニカルタイムアウトです。まあ、真鍋監督通りの展開と言っていいんでしょうかね。1点差ですが、そうですね、まあはい、まあ、結果としてはまあ点数的にはこうだと思うんですけど、でも今のところは形通りイメージをしている試合展開にはなってるんじゃないかなと思います、ね、そうですね、はい、ここまでは確かにサーブで崩されるところはありませんよね。はい、そうですね、はい、さあ、よっしゃ、まっちゃん、ベンチ前でエンジンを組んで声をかけました久光製薬です。トヨタ車体の方も昨日は大事な場面で集中力が発揮できなかったということで、まあ、共にこう今日はちょっと集中力が大事かなというね、はい、そうですね、やっぱり先ほども言いましたように、まあ、リーグも中盤終盤にかかっているちょうど、はい、まあ、間の時期なんで、選手もそこの集中力を、ね、モチベーションを維持するっていうのもなかなか大変だと思うんですけどね、はい、可能のサーブで試合が始まります。再開されます。第1セット8対7、久光1点のリード。そして再び移動攻撃、久光がこれは返すだけです。で、及川、これも拾っています。台で成田、ライトから小さな移動攻撃決めました。この成田も頑張ってますね。そうですね、もう年齢を感じ出せない、まあ、この辺で知ってるのが分かるんですけど、はい、プレーをですね、
アタック決定率もリーグ6位です。フォアサーバーを包みました。その可能です。ポイント取れた車体、及川のサーブです。179センチ、フローターサーブ、ジグナが旗を襲いました。エサを襲いました。さあダルクで帰ってきた、もう成田リードの攻撃、直接帰ってきて、さあチャンスボール、松本これは返すだけ合いませんでした。成田がアンダーで上げてこっちから打っていく、得点9対9になりました。第1セット全く互角の展開になっています。おっとこのサーブは打ちすぎました。及川のサーブ、10対9、さめて1点のリード。この及川がベンチに下がってリブの旗が入ります。あっと押し合いになりましたが、ああ超えていませんか。高橋ポイント、勇道です。慎重にセッターに返して、高橋ストレート、これは綺麗に決まりました。バンナナさん、昨日は先発は堀崎でしたよね。はい、そうですね、はい、今日は高橋を使ってきました。この辺やはり相手を見てということなんですかね。そうですね、やっぱりいろんな対応でどういう選手を一番使えば、まあ、チームとして、ね、効果があるかというのを、はい、対戦ごとに今変えながらこうやって出したんじゃないですかね、はい、タレンチ監督が。さあフェイラ、これは強烈なアタック、直接返ってきました。もう一回フェイラーペイント、これ拾っている、高橋が上げる、これはブロックやった、カナダのスパイク、これはブロックです。成田ですか。そうですね、はい、ポイントイサミス12対10、ワットしたサーブ、いいサーブになりました。んここはクロスが決まりました。3番の原田、この原田の深いサーブです。ローターでのサーブ、田中上がる、そしてセンターからの攻撃、大村、これは拾っています。で返す、でですからフェヘイラ、タネットにはレフトから、そうだ決めた、ワンタッチありました。続きです。175センチの通知、田中のネームはレグとなっています。これで12対12同点。ワーフヘイラを使います。どうだ、つなげるか、うん、返した返した、返しました。さあ慎重にセッターの橋本に返して、ゴーセント大村速攻です、決めました。13対12、ここはセンター攻撃を大村のセンター攻撃使ってきました。ちょっと対照的なのが、大村選手にはトス上がってるんですけども、はい、佐久間選手にはほとんどトス上がってないですね。そうですね、それもちょっと指示で、そういうゲームの流れを見ながらの配球かなと思うんですけども、はい、ここはアンジェリカの裏攻撃決まりました。まあ、コートには16番の野本が入っています。アンジェリカのサーブ、さあライトからのバックアタック、グランド拾う、そしてセンターから大村速攻です、決まりました。これで14対13、大村を確かに対応してきてますね、ここは ね、 ね、はい、あれいつも使える状態であれば、飛散率はなかなか崩れないですからね、はい、この大村のサーブです。長いスパイクですがギリギリいっぱい入りました。トヨタ車体のポイント同点、14対14です。
全くの互角の展開。10代セット14対14、船崎のサーブです。船崎が後ろに下がりました。これは長すぎた。久光がワンポイントリードになりました。久光の方は橋本のサーブです。おっとこれはサーブですが乱れてブロック。これは拾っています。アンダーで上げてフェイント、これも繋いでいます。バッタローの強打、ライトの高橋ブロックに当ててブロックアウトを取りました。15対15。トヨタの方もこうついていっているという感じですね。そうですね。で高橋選手そんなに身長は高くないんですけども、はい、跳躍力がスタンディングの跳躍力すごくあるんですよね。はい、はい、ここで原田が戻りました。強烈なジャンプサーブ、センターから先のを使いました。決まってます。強化吸い込み、今も3枚ついてますからね。ついてましたね、はい、この試合初めてと言ってもいいぐらいですね、先の使い方はね。そうですね、はい、はい、どうでしょうか。久光の方もまだかなか点は離すことができませんけれども、はい、攻撃のバリエーションとしては悪くないと思います。あの久光というよりも、トヨタ社会が、はい、まあ、リーベロとですね、はい、非常にレシーブしてますよ、だからサーブレシーブの攻撃を1本目で簡単に決めさせないっていうのがやっぱりこの点差になってると思うんですよね。はい、トヨタ総監督がかなり選手に指示を与えておりますトヨタ社会です。勝ち抜け勝ち抜け、福澤総監督です。第セット16対15で久光1点のリード。2回のテクニカルタイムアウトが解けました。昨日の久光もなかなか1本2本でこう決めることができなかったところがありましたけれども、そうですね、はい、やっぱり攻撃型のチームなので、はい、サーブレシーブパスからレシーブから1本目でバンと決めれればリズムに乗っていけるんですけども、はい、ラリーが続いてしまうとどうしても先にミスを出したりコンパクトしたりということがあるのでね、はい、やっぱりトヨタ社会としてはそれが分かっているのでそういうゲーム展開に持っていきたいという風な試合のやり方をしてますよね。はい、カーフェヘイラが決めて17対15です。カノーのサーブ、ワンタッチアップでした。カラバが決めています。176センチのレフトケースです。トヨタは及川のサーブになります。これはネット。トヨタ社会はサーブミスがこれで2つ目。この辺は久光にとってはラッキーなところありますが、ここで先野に代わって小山修華が入ります。ピンサーバーで小山が起用されました。18対16、久光2点のリードです。高橋、ドアブロック決まりました。今のは大村だったでしょうか。2枚飛んでいます。あ、フェイラですね、フェイラの方です。1回目のタイムアウトです。そしてここでトヨタ社会の方がタイムアウトを取ります。ここでちょっと差が3点に広がりました。久光としてはいいペースになりそうな、そんな感じになってきましたが、そうですね、今もブロック出ましたけども、バレーボールでもよくスパイクもそうなんですけども、ブロックポイントが出るとやっぱりチームの士気っていうのはすごく上がっていくんですよね。はい、はい、ご覧のような得点警戒になっています。19対16、3点差。第1セット中盤から終盤に入ろうというところです。
小山のジャンプサーブ、ガルベロを抑えました。アクアンジェリの速攻、これは拾っています。そしてセヘイラ、ケイダです。高橋が上げて原田、ローブロックリバウンド拾って、つないで高橋、これも拾っています。もう一回レフトから原田、フランブロックアウト、ポイントトヨタ車体。あれトヨタの下かって粘って拾って拾って、そうですね、繋いで繋いでいって最後にいいワンタッチでっていう形を持っていきたいんですよね。はい、ここで先野が入ります。戻りました。いや、先野が下がりました。ここアンジェリカのフェイント拾っています。デフェイダーフェイントで返す。アンジェリカのフェイント攻撃、これも拾っている。つなげるデフェイダー、ネット際、アンジェリカアンダーで上げて、ここは返すだけ。さあ橋本が上げてデフェイダー、ロッカー2枚弾き飛ばしました。ポイント3日です。20点目に到達しました。20対17。これ成田に代わって渡辺が入ります。12番の渡辺、ピンチサーバーということになります。あ、これは体勢が崩れました。アンジェリカの移動攻撃、バックと今度は速攻で返す。大村、大村の速攻がいいですね、はい、強くなってますね。はい、今でも、まあ、結果としては大村の選手 あのスパイクポイントなんですけども、その前 あの、まあ、ちょっと豊田社会がコンビ崩れましたよね、はい、この時この佐野選手なんですよね、はい、この佐野選手がここへきちっとああいう質のいいボールを持っていくことによって、やっぱりブロックに出るスパイカーがしっかり下がって攻撃に移れるっていうね、はい、あのパスがやっぱり大事なんですよ、はい、それによってやっぱりスパイカーのリズムが出てきて、あの攻撃よく出てくるというね、はいはい、ということはやはりバレーボールにとってレシーブというのは非常に大事な要素なんですね、大事ですね、それがまた攻撃にいいリズムを生んでいくと、そうですね、いうことになってくるんですね。トヨタ車体が2回目のタイムアウトを取りました。そのタイムアウトが解けたところです。奈良県立橿原公園第一体感からお送りしております、久光製薬とトヨタ車体の一戦、第1セット20対17と久光4点のリード。ここはアンジェリカではなくて原田、21対18です。ここで成田が戻ります。久光製薬です。で、途上の試合、大村センターからさあ繋げるか、原田がアンダーで上げてアンジェリカ、ここ押し込んで返すだけ。さあレフトからフェヘイナ、うん、出ました。ちょっと当たり損ねのような感じもしましたが、少しトスが逃げたったんじゃないですかね、はい、ちょっと下がりながらこうちょっと体勢崩しながらですね、ポイント久光22対18、4点差をつけました久光です。そのフェヘイラのサーブ、ネットスレスレのサーブになりました。アンダーで上げる、うん、これは返そうとしましたが返せませんでした。トヨタ車体ポイント久光23対18になりました。あ、これもいいサーブです。直接返っていきました。さあ、あ、これはちょっとタイミング合いませんでした。今度は原野のバックアタック、成田拾ってます。そして加納、レフトから決めた。加納のスパイクが決まりまして、24点目、セットポイントをつかみました久光製薬。フェヘイラのバックアタックはタイミング合いませんでしたけど ね、はい、うまく加納が決めました。さあセットポイント、今度はセッターに帰った。そして鈴木、フラブロックアウト、新人の鈴木がブロックアウトを取りました。ポイント取れました対24対19です。ここで後ろに下がったアンジェリカに代わって荒海がピンチサーバーです。セットポイントを握っているのは久光製薬、荒海のサーブ、ジャンプサーブです。
あ、いいサーブになった。レシーブが乱れました。これは返すだけ。さあ、これはどうする。移動攻撃。これはアウトか。アウトです。及川の移動攻撃、ブロードワンサイドライン割っていました。第1セットは25対19で久光製薬スプリングスが取っています。毎日新聞は今、役に立つ正しい健康情報が満載。毎日の健康は毎日新聞から。視聴者の皆様へ、録画した番組を売買目的でコピーしたり、許可なくウェブ上で公開すると法律により罰せられます。衛星放送協会。奈良県にあります県立柏原公園第一体育館からお送りしております久光製薬スプリングス対トヨタ社体育インシーズの一戦、第1セット終わって、ご覧のように25対19、第1セットは久光製薬が取っています。今日の解説は全日本女子コーチの万平守さんですけれども、万平さん、はい、第1セットは今順当にと言いますかね、そうですね、順調にと言いますか、久光が取りました。はい、久光はまあイメージ通りの試合展開になったと思うんですよね。はい、トヨタ社体の方は、はい、後半20点入るまでは同じような展開になってたんですけども、でも20点久光が過ぎてから、やっぱり本来自分たちがやらないといけなかったサーブで崩すということをサーブで崩されて、はい、単調な攻撃になって相手にチャンスボールが返って決められたというので、この1セット目の天才になったと思うんですね。はい、さあ第2セットが始まります。スタートシックスは立ってませんね。第1セットと同じですね。そうですね、はい、さあトヨタ社体のサーブで試合が始まりました。第2セットです。橋本が上げてライトから加納が決めました。久光がまず1点です。この2連敗のようななんとなくギクシャクした感じは今日の久光にはここまでありませんね。ないですね、今見てる限りでは。はい、ここはライトから高橋、久光の方はフェヒーラです。クロス、これは拾っています。リバウンドになった。原田、このリバウンドボールつないでいます。もう一回原田、うん、また拾っています。今度はライトから高橋、久光も拾っている。バックから打っていきました。決まりました。バックから今の可能ですね。はい、はい、うまい打ち方でしたね。ボールに回転かけずにちょっと伸びるようなスパイクをわざと打ってましたね。はい、この可能のサーブ、原田打っていきます。バンドしちゃってつないでいく成田、久光断面ずポイント。真鍋監督は昨日は動きが悪いかなという話をしていましたが、今日はここまでいい動きですね。そうですね、各選手ともボールをセッターが散らしてもそれなりにやっぱりきちっと結果残してくれるんで、はい、上げてるセッターすごく楽だと思うんですよね。さあ、これはチャンスボールになりそうだ。移動攻撃拾っています、成田の移動攻撃。久光、ヘイラのフェイント決まった。コーナー折り混ぜての攻撃、久光。攻撃にも今日は幅がありますね。はい、非常にありますね。はい、4ポイント連取という久光です。これで高橋を使います。熱上の押し合い、これは高橋が勝ちました。ポイント取り出した回4対1。こちらは久光のリベロの佐野です。奈良県の中学校出身ということで今日試合前花束が贈られていました。あ、これはネットにかけてしまった。及川です。サーブ効果率5位という及川、ネットにかけてベンチに下がります。さあ、こちら佐久野のサーブ、高橋、これはブロックに合いましたがブロックアウト。デヘイラがブロックに行きました。これはアウトです。トヨタ車体2点目、高橋のサーブになります。ジャンプサーブ、ダブレシが少し乱れました。フェヒーラ、
これは決まりました。クロスになってサンミスポイント6対2。やはり今日はサンミス見てますと落ち着いてプレーしているかなという感じを受けるんですが、はい、そうですね。ちょっと1セット目最初の時はやっぱりあの2連敗というのを意識してたと思うので、はい、少し硬さが見られたんですけども、まあ、1セット終わって気持ちいい取りができましたがね、はい、動き各選手の動きに出てもスムーズな動きをしてますね。そうですね。フェレイラ、ここはブロックにかかりました。アンジェリカ長身192センチのアンジェリカのブロック。ああ、これはネットにかけてしまいました。原田、この人もいいサーブを持っていますが、ここはネットにかけました。今日はトヨタのサーブミスが多いような気がしますね。そうですね。やっぱり強いチームでやるときってどうしてもやっぱりサーブレシーブを崩すという意識があるので、はい、どうしてもサーブを強く打たないといけないという意識が働いて、でそれでなおかつその強いサーブを打たないといけないということでやっぱりミスする確率というのが大きくなってますよね、はい、サーブ効果でザリーグナンバーワンという登録した体なんですが、それも決まらないとね、そうなんですよね、いけませんからね。ここはトヨタ車体ウーカーに代わって田辺が入りました。番号10番の田辺が入っています。アンジェリカのサーブ、一度セッターに変えての速攻、これはリバウンドをつないでいくフヘイラのバックアタック、どうだ、長いか、ワンタッチもありません。フヘイラのバックアタック、ラインを割りました。ポイントトヨタ車体7対5、サンミスのリード2点。アンジェリカのサーブ、さあ速攻でいきます。大村です。今日はこれがよく決まっています。大村のキック、ここで8点になりました。テクニカルタイムアウトです。8対5、サンミス制約3点でテクニカルタイムアウト。あの大村の速攻のシーンです。今日はこのセンターの大村の速攻がよく決まっています。ここは真鍋監督としては特に指示を出すようなことではないですかね。そうですね、まあ、今は作戦タイムですけども、はい、でゲームが始まってその間にもやっぱり真鍋さん今まあ、ボールを持たれて相手の攻撃っていうのも多分見られると思います。メーターも出る ね、 そうですね。そのだからサーブ一番の間にでも選手に対してブロックの指示なりレシーブの動きの指示なりをしてますので、はい、まあ、特にこの間に何か修正しないといけないということは多分ないと思うんですよね。トヨタの方はやはりサーブのおきちりというようなところもありますかね。そうですね。プレミアリーグもセカンドレグの最終戦を迎えています。奈良県にあります橿原公園第一体育館で行われている今日の第2試合、久光製薬とトヨタ車体の試合は第2セットに入っています。8対5、久光が3点をリードしています。第1セットは久光が取っています。第2セットも久光リードで8対5、3点のリード。これはラインを割りました。トヨタ車体の攻撃ですがラインを割ってしまいました。ポイント久光は大村のジャンプサーブ、アンダーで上げる鈴木拾った、ああ軽く見ながら上げてつないでいます。久光、ここはバックアタック、原田拾っている久光、レフトから可能、いやこのまま手粘っているトヨタ、リバウンド拾う、お店が上げていきましたが、久光にネット上でタッチネットですか。そうですね、はい、先の選手ですかね、先野 のタッチネット、はい、トヨタ世代はこういう試合展開にしないといけないんですよね、はい、拾ってつないで拾ってつないで、で結局コン負けして久光がミスをするというような展開ですよね、はいはい、さあここは速攻ミスの先野、そして可能、インナーのスパイク決まりました。ナイスボスですね。まだうまくいきましたね、はい、可能のインナーのスパイク、アンダーで上げたトスでした。
東京学芸大学出身という加納美希です。ここは速攻を見せます。これは吸い込み、ここはネット越えなかったんでしょうか。ポイントは久光、11対6。あーっとサーブレシーブが乱れた。アンジェリカ12対6、ポイント6点に広がりました。12対6になりました。久光製薬ダブルスコアになっています。ここで豊田車体がタイムアウトを取ります。ちょっと豊田の方のリズムが悪くなってきましたがね。はい、で、まあ、1セット目を取られたと、はい、で2セット目もまあこういうちょっと徐々に入らされていっているということで、やっぱり選手たちが決め急ぎというんですかね、はい、スパイクなりを見てると、それが結局ネットに引っ掛けてミスがミスを呼んでいるというような試合展開になってきてますよね。だからもう一度ちょっとその長い流れで見るのではなしに、ここ一本のスパイク、ここ一本のレシーブっていう考えでプレーを行っていくと、気がつけば点数は詰まってるというような状態になるんじゃないかなと思いますけど、ね。はい、橋本のサーブです。サーブレシーブ乱れました。ブロック決まりました。ここは先のですか。サーブレスのブロックが決まりました。2人飛んでおりました。はい、13対6。ここは続き強烈なスパイク、さあつなげるか。これは無理です。これは続き175センチからの渾身のスパイク。続きの背中の文字はレグと書いてあります。続き由美子、その続きのサーブ、サーブ効果率では現在リーグ10位という続きです。ジャンプサーブ、強烈なジャンプサーブです。ここは先の、あ、レフトから原田、これはレフトアウト。ポイント取れた車体です。13対8。続いての強烈なサーブ、これはきちんとセッターに返って可能です。そして回り込んで高橋、ブロックアウトを誘いました。サウスポーの高橋が決めて13対9。じりじりと追い上げられたところで久光の方がタイムアウトを取ります。得点の経過を、何セットの得点の経過をご覧いただいています。久光が4ポイント連取したんですが、その後トヨタが3ポイント連続して取って、追い上げています。この辺の展開どう見たらいいんですか。はい、今先ほども言いましたけどもね、こう25点実際は取らないといけないんですけどね、はい、長いスパンではなしに、まあ、本当にその1点取るために今自分はどうするんだというようなプレーが今徐々にちょっと出つつありますよね、はい、車体の、それが結果として出てるので、結局その1点1点スパイク1本決めても2点3点1点には入らないので、まあ、どんなスパイクいいスパイク打ってもフェイントで決めても1点は1点なので、はい、その積み重ねでやっぱりチームとしてどれだけ拾えていくかということが一番大事だと思うんですよね、はい。続きのサーブで試合再開、佐野が拾った。そして2番投手の形になります。リバウンドを拾ってセンターから先の押し込む、飛び込んだが取れません。もったいないですよね、こ う、はい、こういうボールを拾っていって次に点数にしていかないと、結局苦しい状況でボールが自分たちがチャンスボールをもらっているのに、それを点数にしていかないとだんだんこういう点差に開いていくっていうとかね、はい。ここが高橋です。ちょっと体勢崩れました。さあチャンスボール、センターから先の、これはサイドラインが割ったようです。サイドラインが割りました。先のポイント取れた社会14対10。サウスの方もこの辺はきっちり決めないといけないところですね。あとちょっと気になるのは、さっきの選手、はい、個人に限って見てるとやっぱり調子が良くないのかなっていうのは、で最初にまあ出足上げなかったっていうのも一つで、はい、で今でもまあ、スパイク決まったのも相手ブロックタイミングが遅れて吸い込みとか、で、まあ、フェイントで先ほども決まりましたし、はい、もう1本目は強打だったんですがアウトになったと、ち
ちょっとコンディション的なものなのかなっていうのがちょっと少し気になりますね。はい、ここは高橋がセンターから決めています。トヨタ車体15対11。田辺監督も先ほどの決定率が少し落ちてきているというのを心配されてましたけどね。そうですね、やっぱり、このチームは、まあ、なんといってもセンター戦が命っていうチームなので、この辺が機能してくれないと今後苦しい展開にはなってくると思うんですね。はいはい、さあこれは原田ファーブロック、大村止めました。ブロックポイント16点目が入って2度目のテクニカルタイヤマアウトということになります。体のスパイク大村が止めました。16対11、津波製薬5点のリードでテクニカルタイムアウトです。あ、落合が映っていますが、今日はスタメンから外れましたキャプテンの落合です。真鍋監督の方針としては、今状態のいい選手を使うのが私の方針だというふうにね、はい、そうですね、言明されてます。もちろんそうですね、やっぱりチームとしても結果勝つというね、結果を残さないといけないで、まあ、今もちろん落合選手、小山選手というのは、まあ、全日本で12月末まで、去年いっぱいまでやっぱ全日本のチームで活動してましたの で、はい、でその分チームに合流するのが少し遅れてますんで、やっぱりコンビネーションとして、やっぱりゲームやりながらなんで、なかなかその辺が真鍋監督としては本当は出したいんだけども、なかなか頭見たいところなんですね。はい、奈良県立柏原公園第一体育館での宇佐美製薬とトヨタ車体の一戦は第2セット16対11で宇佐美製薬が5点リードしています。ここは移動攻撃のアンジェリカ、こちらフォーラフェレイラ、宇佐美製薬に戻ってきて足元がツアタック、拾ってアンジェリカ、ブラブロックが弾きました。トヨタ車体ポイント、いいですね、こういう流れを作っていきたいですね、はい、たくさん、トヨタ車体としてはもうとにかく粘りですね。そうですね、原田のサーブ、慎重にトスを上げてフェイント、大村ここはよく見ていました。大村フェイント決まって17対12、中盤の展開です。トヨタ車体は原田に代わって野本が入ります。16番の野本、三制役はフェヘイラのサーブです。バッチリセッターに返りました。そしてアンジェリカの移動攻撃、これは拾っている、ザンダーでつないで大村、パーチャンスボールはトヨタ車体、続きワンタッチを狙ったがワンタッチはありません。ポイント3つです。ここでトヨタ車体が2回目のタイムアウトを取りました。得点差が18対12ということで6点差に広がっています。なかなかトヨタ車体の方は今シーズン初昇格で非常に厳しい戦いを強いられておりますけれども、だから今日は本当にサーブのいいところをうまく使い切れてないというところが ね、本当本来本当にもう各選手サーブすごくいいんですけど、はい、まあ、それ以上に久光がきちっとサーブレシーブを入れてますよね、はい、それがスパイクなんかでもワンタッチ狙ったりとかフェイントを落としたりとかっていろんなバリエーションをやってるんですけども、行ってるんですけども、それが結果として出てなくて、それがチームにとってやっぱり各選手が次っていう感じでだんだん顔が下向いちゃうっていうようなプレーが起きていますよね、はい、ここはアンジェリカが決めました。192センチという長身です。スウェーデン出身の選手、ブラジルやトルコ、イタリア、フランスリーグなどで、活躍をしておりましたアンジェリカ。さあここは大村の速攻を使います。さあつないだトヨタは返すだけ、さあ慎重にセッターに戻して速攻、大村これも拾っている。さあセンターからショータイムブロック、田辺の速攻、大村ですか、今止めたのは。そうですね、大村選手ですね、はい、これ19対13になりました。
で大村に代わって小山が入ります。スマノーラ女子高校出身、昨年は全日本も経験しました小山です。強烈なサーブ、サーブポイントになりました。ポイント差別20点目、第2セット20対13になりました。サーブポイントを奪った大山、青山、得点差を広げていく第2セットの久光です。ザコはきっちり返ってきました。1人時間差、成田が拾って、そしてつないでよく返しました。ザコはここから、続きドラッグが入ってきました。20対14、よく久光も返しましたけどね。そうですね、はい、あれでブロックが決まるとまた次の1点盛り上がっていくんですよね。そうでしょうね、はい、よくあのトヨタ車体がしのぎましたよね、はい、それを。ここで大村が戻ります。得点は20対14、久光6点のリード。今崎のサーブ、レフトから可能のスパイクはアウトです。コースを狙ったようなスパイクだってわずかにラインを割りました。ポイント取れた車体、紫のサーブです。移動しながらのジャンプサーブ、さあ橋本バックアタックだ、テレイテイダー、これは決まりました。バックライトからの攻撃、ストレートが決まりました。今ポイントはトヨタですね、トヨタですね、はい、はい、失礼しました、トヨタです。ここはネットに当たって入った。もう一回バックが使う、これもアウトか、これもアウト、これもアウトです。2本続けました、フェヘイラ。いいコースを狙っている感じはするんですが、はい、ストレートを狙ってるんですけど、ちょっと横からなんで、あの、はい、はっきり分からないんですけども、縦から見ると多分分かると思うんですけど、はい、トスが少し、そうですね、少し短いんですよね。で、中に入ってきて、はい、それを無理やりストレートをひねっていくから、どうしてもあの右側へボールが揃えていって、相手コートのサイドラインを割ってしまうという、はい、あのコンビネーションですね。トヨタ車体が追い上げて3点差になっています。第2セット、久光はここでまたリズムを取り戻さないといけませんね。そうですね、トヨタ車体の方は少し勢いが出てきました。第2セットです。熊崎のサーブが続きます。さあもう1回バックを使って今度はフェイント、アンダーで慎重に上げて続きブロック、これもつないでいます。成田の高橋の移動攻撃決まった。サウスポーからの移動攻撃、これで2点差。トヨタ車体が少し元気になってきました、はい、連続ポイント2点差まで詰めたトヨタ車体。今度は酒野のブロード、あーこれもつなぎません。1点差になりました、20対19。トヨタ車体1点差に追い上げてきました。熊崎のサーブです。その他上げて酒野速攻、これはブロックアウトです。ようやく21点目を取りました久光。第2セット終盤です。21点目が入った久光製薬、あこれはいいサーブです、大立ちです。ナイスサーブですね、これは。はい、橋本の見事なサーブ、サービスエースで22点目が入りました。今度は高橋、元からフェイント先の
アンダーラインして、この可能です。軽いと打ち込みました。レフトから可能のスパイク、うまいですね。今のでも、はい、トスが近いと思うと肘をしっかり伸ばしておいて高い位置でパチンと落としているんですね、はい。あ、このまま落ちました。橋本の見事なサーブ。落ちるサーブが決まって、さあセットポイント。さあ今度はどうだ、今度はちょっと乱れていますが押し込まれて、あ、ホールディング、ホールディングですか。トヨタ車体ホールディングを取られて第2セット。このセットも久光製薬が25対19で取っています。経済の鼓動が聞こえる。世界を動かす力がある。心を動かす力がある。もっと深く経済の鼓動を。アクティブ and worldwide 日経 CNBC。奈良県立柏原公園第一体感からお送りしております、久光製薬スプリングス対トヨタ車体クイーンシリーズの試合、第2セット終わって、セットカウント2対0で久光製薬がリードしていますが、第2セットの終盤、この橋本の見事なサーブポイントが飛び出しています。ご覧いただいていますように、第1セット第2セットともに25対19で久光製薬が取っています。今日の解説は全日本女子コーチの坂平守さんでお送りしております。第1セット第2セット、第2セットは少し追い詰められたところもありましたけれども、はい、リズムが振りかけたところがありましたけどね。そうですね、はい、結局我慢してれば久光の方もミスは出して点はくれるんですけどね、はい、でもそれ以上に到着反対がですね、はい、本来まあ、サーブ最後田崎選手ですかね、サーブでそこで崩していけたんですけども、はい、その1人ではなしにやっぱり全員がそういうサーブを打っていって、ああいう展開に持っていかないと、はい、なかなかやっぱり苦しい試合展開になると思うんですけど、なお今日の第1試合では市の竹藤が敗れておりますので、このまま久光が勝ちますと1日で首位また復帰と、そう、ね、いうことになるわけですね、はい。1月6日に開幕しました V プレミアリーグも今日が第2レグの最終戦ということになりまして、いよいよ来週からはもう大詰め終盤戦ということになります。終盤最後のゲーム、奈良県立柏原公園第一体育館での今日の第2試合、これから第3セットということになります。セットカウント2対0、久光がリードして、このままストレートで決めることができるかどうか、それともトヨタ車体が反撃を見せるか、第3セットです。久光の加納からのサーブで試合が始まります。さあ第3セットが始まりました。うわ、速攻、さあ拾って、今度は先ほどの速攻、これはトヨタ拾っています。高橋、これはラインを割りました。スパイクアウトです。ポイント久光、まず1点、第3セット取りました。また速攻を見せます、トヨタ車体。さあ帰ってきた、チャンスボール、トヨタレフトから、原田が決めています。1対1、アンダーで上げて原田が返すだけ。さあ橋本上げて、先ほどの速攻、センター越え、決まって2対1、久光1点のリード。第3セット、トヨタはスタートメンバーで田辺が入っています。ここアンジェリカがおとりで、高橋センターから、これは拾っています。でアンフェヘイラですが、決まりました。ジャストミートはしなかったような感じですけれども、そうですね、その前の先の選手のナイスレシーブでしたよね、はい。
ポイント勇美3対1。その高レシーブミスは先ほどのサーブ、長いサーブ、あーサーブレシーブ乱れて返しません。サーブで崩しました先のポイント勇美。ここで早くも第3セットトヨタ車体がタイムアウトを取ります。今シーズンからプレミアリーグに昇格してくれたトヨタ車体、現在最下位の10位です。3勝14敗、非常に苦しい戦いが続いています。くずわそう監督の声が聞こえてきていますが、まっすぐ打たなかったら切れるから、中へ入って外入ったら全部切れる。中から入って外へ崩すというような声が、ね、はい、聞こえてきましたが、ね、やっぱり単純にレフトならレフト、センターならセンター、そこからまっすぐ突っ込むのではなしにして、フェイクというんですかね、はい、動きですよね。だから中から入ってそれを外に行くことによって、やっぱ相手ブロッカーを動かして、こういう感じですよね。中選手中から入ってきてこう外から入って、まっすぐ立った状態でなしにして、やっぱり相手ブロッカーをそうですね、動かして流れさせといたところでブロック空いた状態のところでやっぱりコースを打っていく、はいはい、さあその高橋のサーブ、この人もいいサーブを持っています。ここはきっちりセッターに返って成田、これはリバウンドをつないでいる久光、今度はフェヘイラのフェイントはつないでいます、つないでいます。これはよく返しました。さあチャンスボールは久光、成田、さあつなげるか、これは無理です。ポイント久光、5対2、久光が3点のリード。この成田のサーブ、あーこれはネットにかけました。ネットスレスレを狙いましたがネットにかかってしまいました。ポイントトヨタ車体です。前衛には長身のアンジェリカがいます。ここは軽く押し込みますが、つなげるか、返しました。さあ船崎が上げて鈴木、さあこのコストはタイミングが合わない、大村、アンジェリカ、ここは返すだけ、あーちょっと流れてしまった、そしてダイレクトで押し込まれました。鈴木がダイレクトで押し込みました。さあちょっと乱れましたね、下道が ねちょっとパスが長かったですね、はい。アナのサーブになります。押し込んでダイレクトで返ってきましたけれども、これはアウト。今のももったいないですよね、せっかくサーブレシーブ崩してチャンスボールが返ってきてるんですけども、それにきちっと対応反応しなくて、はい、結局まだ相手コートに返してアウトにしてしまうとね、はい、フェヘイラのサーブ、長いサーブですが伸びすぎました。ここは伸びすぎてしまいました。フェヘイラポイント取れた、1点差。確かにトヨタ車体がちょっともったいない失点というのが目立ちますよね。そうですね、目立ちますね、アンジェリカのサーブ、アンジェリカ後ろに下がりました。フェヘイラのバックアタック、これは繋いでいる、レフトから強烈なスパイク、鈴木です。175センチ、中京大学出身の鈴木、アンジェリカのサーブが続きます。同点に追いつきましたトヨタ車体。さあここは可能です、レフトから、そして押し込むトヨタ、これを拾ってセンターからの攻撃、このままトヨタ拾っています。もう一回続き、ワンタッチあります。さあアンダーで上げて可能、レフトから、さあブラックが弾きました、ロックアウト。サンツリード7対6、大村が後ろに下がって、これからサーブ、サミスです。ジャンプサーブ、さあバックトスからバックアタック、直接返ってきました。さあチャンスボール、トヨタ、続き拾っています、トヨタ、サミス、あータミが合わない、ここはコンビが乱れました。橋本と先の7対7の同点、まあ、万平さんもあっという声が、ね、出てしまいましたけどね。今
今日は何回かこういったシーンが ね、 そうですね、ありますね。ちょっとコミュニケーションミスですね、あ、このダイレクトで返ってしまった。さあ豊川続き、あ、ブロック、ここはブロックに引っかかってしまいました。続き岩下光を止めました。ここで8点になりましたので、カメラテクニカルタイムアウト。第3セットは接戦になっています。8対7、久々約1点のリードで1回目のテクニカルタイムアウトです。久光としては時折今のようなコンビネーションミスというのが出てきてますので、この辺の修正は必要だと思いますが、はいはい、まあ、あの今のでも、まあ、ラリー中の出来事なので、はい、あの、まあ、チームによって違うんですけども、セッターがサインを出すのか、スパイカーがその4でサインを出すのかのそのちょっと差が出てきて、あの、はい、ああいうあの実際スパイカーが入ったところとセッターが上げたところが違ったということだと思うので、まあ、それはもうこれを出すことによってコミュニケーションを取ることによってすぐ解消できるミスなので、はいはい、すでにセット2つ取っている久光製薬真鍋監督、5連勝の後2連敗。V プレミアリーグ第2レグの最終戦です。奈良県立カシャル公園第一体育館からお送りしています。久光製薬と豊岡社会の一戦、8対7、久光1点のリード。第3セットに入っています。さあ、押し込む可能です。戻ってきた、もう一回可能、ここは旗が拾っています。ここに高橋がブロック吸い込みか、ブロックです、ブロックですか、はい、はい、もうやっぱり勝負どころになると高橋ストレートって言いますんで、はい、可能性でしっかり左手残してましたね、はい、そういうところに。ポイントは久光です。9対7、おサーブレシーブ乱れた、アンダーでジャントス打っていった。続きセカンドボールをつないで高橋、今度はフェイント、これも拾っています。バックトスで成田、さあ豊田社会、続き難しい体勢から打っていきました。ここは返すだけ、パスボール、うん、攻撃のスパイクのシャッフルはアウトです。今のでも非常にね、あの画面だけ見てると分かりづらいんですが、はい、あの最後ね、あの成田選手ですね、ボール返しましたけども、はい、ライトセッターがセッター立ってるうちの後ろで返されるとソースがすごく上げるんですよ、はいはい、結局それでコンビネーション封じたっていうことなんですよね。はい、バックはセンターから打っていきます。先の、さあ続きまたブロックに引っかかりました。止めたのは成田、成田のブロック決まって11対7、2枚成田と咲野がブロックに飛んでいました。ここはトヨタは続き続きでいきます。バーブロックアウト、ここはトヨタの方が続き1本という感じで、ね、そうなんですよね、来てますね。やっぱりこの辺が、どうしても苦しくなってる部分だと思うんですよね、もう少しバリエーションがあればいいんですかね。さあ、このサーブはいい続き、見事に決まりました。エンドライン対1回のジャンプサーブ、ノータッチです。強烈なサーブ、ジャンプサーブを誇ります続き、見事にノータッチエースを見せました。この強烈エンドラインいっぱい、今度はラインを割りました。まあ、今アウトになりますけど、でも彼女は非常にいいサーブをしますね、国際レベルのジャンプサーブですね。 あ、そうですか。12対9、久光3点のリード。さあ続きを狙ったサーブ、そして原田が打っていきます。それから下対久光のフォア、フェヘイラを使う、ブロックアウト。ポイント久光13点目が入ります。第1セット第2セットともに25対19で久光が取っています。第3セット13対9、久光4点のリード。ファー速攻決めています。バックアタックに行く可能、リベロのハッタが拾ってつないでいきます。久光のは先のセンターから決めました。14点目、
先週あたりからちょっと疲れが出ているかもしれない清並監督でしたが、今日はいい動きを見せている宇佐美製薬の選手たちです。こちらは谷口監督、加納のサーブ、続きを狙いました。井の攻撃、及川です。これはアウト、ポイント取り返し、対14対10になりました。アンジェリカが前衛に上がってきました。トヨタ車体です。足元が上げて、谷口の攻撃、軽く押し込みました。ポイント宇佐美津です。今日の宇佐美津は攻撃的にも非常にこう多彩でいい攻撃が出てるんじゃないでしょうか。はい、そうですね、そしてあの組織として攻撃力もあるんですけども、組織として、はい、あと個人能力としてすごく高いんですよね、はい、だからあの、まあ、状況として、まあ、2人よりボールをなんとか浮かしてればそのスパイクはなんとかしてくれるという選手がたくさんいますんで、トヨタ車体高橋に代わって西に入ります。続きまして4番船崎に代わりまして15番堀崎が入ります。4番のセッターの船崎に代わって堀崎が入りました。2人の選手が変わりました。バックはセッターにきっちり返った、うん、成田難なく決めました。ライトからここで16点で2度目のテクニカルタイムアウトということになります。成田のスパイクが決まって16点目が入りました。伊勢製薬です。今日の解説は全日本女子コーチのバンダイラ守さんでお送りしていますけれども、もう来週からはいよいよ終盤戦ということで、4強入り目指しての激しい戦いがますますヒートアップしていくわけですよね。そうですね。で、まあ、今暫定で首位であった竹内が負けて、はいはい、昨日までは首位であった久光が負けてと、はい、いうこともあるので、まだまだ下位チームでも これはこの後の試合展開によっては十分4強入り狙えると思いますのでね、はいはい、今日も第1試合 NEC が勝って NEC も8勝目をマークしています。テクニカルタイムアウトが解けまして、磯見製薬のサーブで試合が始まります。ふわっとしたサーブ、ここはアンジェリカの速攻、決まりました。アンジェリカの速攻が決まって16対12です。彼女が振ったの久しぶりじゃないですかね。あ、そうですね、はいはい、さあここは橋本どうする、ちょっとタイミングずれました。大村、今日は少しこういったシーンが見受けられます。本人が乱れました。久美製薬、サーブで崩しました。さあネット上は変わりません。ポイント豊田車体16対14、ここで真鍋監督がタイムアウトを取ります。2点差に追い上げられたところで、久光の真鍋監督がタイムアウトを取りました。先週あたりからちょっと集中力も下がってきて連続失点をすることが多くなっているという真鍋監督ですが、今日は集中しています。トヨタ佐見製薬です。ですが時折ちょっとした細かいミスはね、そうですね、まあ、各セット通して見てますと、やっぱりこの13点から16点の間で少しちょっと休憩したような感じになってますよね。はい、原田のサーブからフェヘイラ、これは決めました。
セットからフェヘイラの高いラベのスパイクが決まっています。そのフェヘイラが後ろに下がってのサーブ、バックはライトを使います。そしてスタンツはレフト可能、ここもライトを使っていきます。返した、返しました、返しました。フェヘイラがブロックでつないで可能が打っていく、このブロックアウト、ポイントサミツです。ここでトヨタ社隊がタイムアウトを取ります。18対14、4点差。トヨタ社隊の方も途中に入っている堀崎を使っていきましたけれども、決めることができませんでした。第3セットの中盤です。トヨタ社隊が3連続ポイント、しかしその後久光が2ポイントを連取したところで、トヨタが社隊がタイムアウトを取りました。第3セットです。諏訪総監督嬉しい表情です。フェヘイラのサーブ、さあ鈴木の強烈なサーブ拾っています。フェヘイラのバックアタック、どうだ、拾えません。フェヘイラの中央からのバックアタック決まりました。サノ選手、これですね、やっぱり彼女の周りにボールが行くと、はい、ノータッチでは床に落とさないですかね、ボールを。はい、そうですね、はい、リベロのサノです。今度は鈴木フェイント、つないだ、アンダーで返す、橋本です。ここは速攻、中央から堀崎決めました。まあ、実際つながらなかったですけどね、はい、橋本選手は成田選手が上げたボールを本当に飛び込んで取りに行きましたよね、ああいう姿勢がやっぱりチームのムードを盛り上げるんですよね、はい、トヨタアンジェリカのサーブ、あ、これはいいサーブです。崩しました、カノが打っていく、崩されましたがその後よく決めました、カノです。サミス20点目、第3セット。さあ、ここ大村キャッチ、またピッサーバー小山が入ります。小山のサーブになります。ジャンプサーブ、さあちょっとネットスレスレになりました。ホールディングですか。ホールディングですね、今のね、はい、今でも小山選手のサーブ良かったですよね、はい、良かったですね、ジャンプサーブで、はい、はい、サーブで崩しました。21対15、久光6点のリードに勝っています。あ、これは長すぎました。ポイントトヨタ社会で21対16、ここで久光は大村が戻ります。5番高橋が入ります。トヨタの方もメンバーが変わります。続きまして15番堀崎に変わりまして、4番船崎が入ります。船崎が入りました。三井製薬スプリングス5番小山に変わりまして、8番大村が入ります。西に変わって船崎が入りました。トヨタ車体です。この船崎のサーブ、小山移動しながらのジャンプサーブです。さあ、きつくと変えて速攻、先のこれはブロックに引っかかりました。トヨタ車体ブロックポイント、今のは及川です。21対17になりました。あ、これはネットにかかって越えません。サーブミスで23点目が入りました。
22点目です。22点目が入りました。橋本のサーブ、これでいいサーブがあります。ここはセンターから高橋決めるか、つなげません。さあまずポイントは23点目です。このまま勝ちますと三密が一日で首位に返り咲くということになります。今日第1試合で竹藤は敗れています。走り込んできて鈴木のスパイク、今日はいいレシーブを見せている、今日もいいレシーブを見せている佐野。こちらは鈴木のサーブになります。強打者対、さあジャンプサーブ強烈です。読み取った、そして2段トス打っていくとストレート決めています。高橋サウスポーからブロックは、ブロックはアウト。ポイント取れた社会、23対19です。さあ粘りを見せるか豊田社会。次の3、下田が上げる、センターが先のフェイント、サンダーで上げた高橋、押し込む、フェイントはワンタッチありました。ワンタッチありました。今のはね、はい、当ててますね。23対20。ここで三密の真鍋監督がタイムアウトを取ります。トヨタも各セットこのように追い上げてくるシーンはあるんですけど ね、 そうなんですね。でもこういうあの場面がいつもセットの後半でちょっと点差がついた時なんで、これがセットの序盤とか点数が逆にちょっとリードしている時に一気に離すとまた違う試合展開にはなると思うんですけどね。さあ一方の久光はストレート勝ちまであと2点です。このままいきますと C 返り咲きということになります。トヨタ社会は通気のサーブが続きます。この人も強烈なジャンプサーブがあります。ネットインで、さあつないだ橋本が上げる、そしてこれは成田押し込むだけ、アンダーで上げて高橋、ワンタッチを狙っていきましたがタッチはありません。さあマッチポイントになりました。マッチポイントを迎えました。可能に代わって浅津が入ります。16番浅津、ピンクサーバーで起用されます。サウスポーというサーバーの浅津、さあ先ほどのジャンプサーバー、これは落ちすぎました。大きくラインを越えていきました。思い切って打ちましたね。はい、笑顔でコートを去りますが、さあ再び加納がコートに入りました。24対21、マッチポイントを握っていない久松。さあ及川のサーブです。さあきっちりセッターに返った、さあ決められるかフェヘイラ、ブロックアウトで決めました。三密製薬3対0のストレート勝ち、連敗を2で止めまして首位に返り咲きました。第3セット25対21で久光製薬が取って3対0のストレート勝ちを収めています。今アートでお見積もりすると、何これかわいい、どうしたの、アートで引っ越したらもらえたの、ね、もらえたの、私も引っ越しちゃおうかな。よかったね、アート引っ越しセンターへ。今アートでお見積もりすると、かわいい、ドラえもん加湿器キャンペーン実施中。よかったね、ありがとう、アート引っ越しセンターへ。勝利インタビューです。ベテランの成田選手に来てもらいました。お疲れ様でした。ありがとうございました。フル出場をしながら若い人たちを引っ張りながらお疲れだとは思いますが、だけど連敗を阻止してね、これでやっぱり一区切りついたんじゃないですか。そうですね、連敗もそうですし、ここ何試合かは本当に勝った試合でも
ちょっと苦しい展開の試合が多かったので今日はそれをすっきり切り替えることができたと思います、はい、第1試合の結果は当然分かっていながら第2試合に入って竹藤さんが負けました。セット率で1日で返り咲きましたよ。そうですね、まあ、今のところはそうなんですけど一番大事なのは一番最後の日に1位でいることだと思っているので、はい、とにかく今は他のチームよりも自分たちのやるべきことをしっかり頑張りたいです、はい、そういう意味で1位でいるためにはやっぱりセット率というのも関係してきますからこういうストレート勝ちというのは大きいですよ。そうですね、もう後半戦に入ってきてますので、はい、今後のことも考えるとやっぱり体力面でも戦術面でも楽に勝てるに越したことはないので、はい、よかったです。今日はお年はあえて申しませんがベテランの域ですからさあ、来週から最終レグに入りますし、10試合を切りました。体調も含めてどんなゲーム展開というのを考えていらっしゃいます？そうですね、まあ、一番はまだまだ順位は1位ですけども反省する点がすごくまだ多いのでそれをいかにこのレギュラーラウンドの間に修正できるかというのが課題になってくると思うので、はい、一戦一戦気を抜かずに頑張りたいです。今日会場に駆けつけてくださった青いスティックを一生懸命叩いて応援してくださった皆さんも大いに期待してらっしゃると思いますので一言それじゃあ、会場の皆さんにお願いします。そして全国の皆さんも待ってます、今日は温かいご声援ありがとうございました。今後も、久光らしく元気に頑張りたいと思いますのでまた応援してください、はい、ありがとうございました。くれぐれも体調を維持しながらいいゲーム展開をお願いします、はい、お疲れ様でございました。ありがとうございました。成田選手でした。放送席どうぞ。第2試合の勝利インタビューは、久光の成田選手でした。インタビューは水谷克己アナウンサーでした。ベテランらしいやはり落ち着いた受け答えですね。そうですね、やっぱりあの辺から自信ですかね、そういうのがやっぱりプレーにも現れてますよね。そうですね、まあ、確かに今日も本当によく、スパイクを決めてましたよね、はい、はい。ベテランらしいスパイクの決め方っていうのはね、急所に出てましたね、はい、やっぱり高い決定率っていうのは維持してますよね。はい、そうですね。今成田選手にサインボール書いてもらっていますけれどもどうぞこちらの方にお寄せいただきたいと思います。宛先は郵便番号 530-8694 大阪中央郵便局支所箱701号ガウラ V リーグ成田選手サインボールプレゼント係まで。